ドバイ万博の日本館の最大のミッションの一つはですね、大阪・関西万博の参加招請なんです。そのためにあの大阪・関西万博協会の方からも出向者は常時ここに行ってですね、一つ一つパビリオンを回って参加をお願いしていくということになっています。日本というのは古くからですね、外から内からのいろんなアイデアを取り入れて自分たちのアイデアと一緒にして文化も発展してきたし技術も発展してきた、そういうのをですね、日本がやってきたようなことを世界のみんなも一緒にやらないか、日本が世界の課題の解決に貢献しているという姿もですね、中東の方たち、ドバイの方たちにも分かっていただきたいということです。